皆様こんにちは。ご紹介いただきました、マーラ山内と申します。本日は、サー・ピーター・パーカー・アウォーズにご参加させていただきまして、誠にありがとうございます。私のスピーチとして、日本とマラソンの深く緊密な関係についてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 私は2006年から2011年までの5年間、マラソン選手として東京で過ごしました。世界マラソン大国である日本で練習し、マラソン大会へ出場し、そして日本の選手からさまざまなことを学び、マラソン選手として非常に貴重な体験ができました。大阪国際女子マラソン,マラソン優勝や北京オリンピックで の女子マラソンで6位入賞、その他、自分のベストを尽くすことができたのは、本当に日本のマラソン界のおかげだと思います。しかし、この5年間で一番印象に残ったことは、なぜ日本とマラソンの間には非常に深く緊密な関係があるのかということです。 1>, 1年前に選手として引退し過去を振り返りますと日本の文化と習慣そしてビジネス界について多くのことを知らずうちに学んでいましたまず42.195キロマラソンは長くつらく困難な挑戦ですなので無事に完走するためには 忍耐力、決断力、持久力と我慢強さが必要不可欠です。でもよく考えますと、ビジネス界でも同じ特性、ビジネス界で成功するためにも同じ特性が欠かせません。また、より深く考えますと、日本人の性格の特徴はマラソンと同じ。忍耐力 決断力、持久力と我慢強さだと言って間違いないでしょう。そういう観点から見ますと、日本人は精神的にタフで粘り強いということがはっきり分かりました。この特性の例として、イギリスと日本の練習方法を比較しますと面白いです。東京では カイドパークやリージェンスパークのような広い公園がなかなかありませんそのためランナーたちは短いコースをぐるぐると何周も走ります例えば外苑前に1.3キロ、皇居には5キロ、そして駒沢公園には2.5キロのコースがあります東京はランナーにとって本当に走るぐるぐる天国です 瀬古利彦選手は昔、外苑前酵素、なんと40周も走ったことがあるそうです。イギリス人として初めてその話を聞いたときに、びっくりいたしました。しかし、実際に自分で走ってみると、さすが、日本人は本当に精神的にタフであると分かりました。 次に日本のビジネス界では同僚と一緒に協力し合い当たり前のようにチームワークをしっかりとしますイギリスやその他の西洋諸国のように個人個人の目標を達成するよりも日本ではチームのために努力するのは普通だと思いますチームメンバーはチームへの意識 責任感は非常に高く集団的な考えが強いと思います。日本人のチームワークへのに対する意識を反映している一つの例は駅伝です。子どもや学生からサラリーマンやシルバーランナーまで日本人は駅伝走ることが大好きです。駅伝ではどうしてもどうしても タスキをフィニッシュラインまで届けなければいけませんので足が立てなくなるまで選手はチームのために必死に頑張ります駅伝チームでも会社か職場でも日本人はチームか会社のために働く強い責任感を持っていますそしてビジネス界と同様に マラソン界でもマナーやエチケットをきちんと守ることが非常に大切です。東京国際女子マラソンを出場したときに、スタート直前に大会役員の方が選手に向かって、シャツをちゃんとランパンに入れなさい、靴のひもをしっかりと締めてくださいと大きい声で注意していました。また日本人のマラソン選手は 乾燥した後必ず振り返りコースへごします。日本人は本当に何でも礼儀正しくしっかりしているということが分かりました。そして日本人はランニングウェアをこだわります。その表れとしてランニングビューティーというテーマがランニング関係の本や雑誌で話題になります。 どのようにして走ってる格好を一番美しいイメージにするのかということを一生懸命考えています。どのような時でも日本人はその場に合わせた服装や格好を非常に重視しています。つまり仕事の内容、結果、実績だけではなくどんな服装を着るのかということが とても重要です昔から日本ビジネス界の欠かせない部分として接待があります長い時間をかけてお客様や相手といい関係をつくるということは日本の文化だとよく言われています昔一番人気のある接待方法はもちろんゴルフでした しかし最近不景気やランニングブームに伴ってマラソン接待も流行り始めています <laughs> 私もマラソン接待を経験したことがあります数年前に私選手としてスポンサーしていただいていましたある会社は忘年会に東京でマラソンを走りお客様と サプライヤーを呼んで東京でマラソンを走りそして後で焼肉屋さんで打ち上げパーティーを開きました <laughs> お客様やサプライヤーの方々はランナーであるわけではないしマラソンが好きとは限らないにもかかわらずみんなでなんと2 0キロも走りました <laughs> 練,習練習する時間がなかなかない方々にとっては 20キロ走ることはととはても大変だと思いますしかしみんなで汗をかきながら苦労を乗り越えることで達成感を共有することができますそして疲れ切った状態で自分の弱さを相手に見せゴールするためにはお互いに励まし合うことで協力関係が生まれます 走った後、一緒にみんなでビールを飲み焼肉を食べながら協力し合った結果を語ればより深い関係を築けるでしょう私はマラソン選手として5年間東京に住んでいろいろ,いろいろと観察した結論として日本でビジネスをしたい ヨーロッパ人の皆さんに私のアドバイスはこれです。スーツケースにかっこいいランニングウェアやシューズを入れ、マラソンを早く走れるようになったら、日本人を理解し、日本でのビジネスは絶対成功するでしょう。<laughs> 皆さん、ご清聴ありがとうございました。